ないと思って そう、あ、そろそろほんまにやばいなと思って、朝起きて5キロ走って、で公園行きました なんかやっぱさ、5キロでもしんどいよな。ね、ちょっとそろそろ、ね、整えていかんと。そう、走ってきました。明日も走る予定です ちょっとさすがに走らんと、ね、調節していきます。むずいなペースな。5キロしんどいよな。なんかねえ、まだ1キロかってやっぱおもちゃも走って、あ、公園前に走りましたね。音楽に合わせてたらさ、自然と速くなってて走りが。でもこれフル42.195は持たへんな思って。そう、あと1週間なのよ。膝、腰、背中、なんか腰が最近痛くて ちょっと本当にね、維持でも痛めないことを頑張ってるんですけど、いや、何分やったんかな、なんか平均ペースみたいなのあるじゃないですか。あれで見よったらなんか5分10秒ペースみたいなの出るじゃないですか。そう やったね。この速さをフルでできるんやったらいいんやけどね、多分無理やと思うから ちょっと ちょっと、だから目標はよ、私の目標は5分40秒を常にキープすることなんですけど、やっぱりちょっとしんどいなと思ったら、そう、途中で緩めちゃうからちょっと頑張ります 気持ちがね、気持ちを頑張らないとなって思って、そう、結構気持ちでやられそう。やっぱ途中でさ、歩きたいなとか思わん？ そう思っちゃうよな。やっぱしんどいもん。あ、そうで、マラソンに向けて髪を切りました そう、ちょっとね、切りたいなと思ってたんです、最近。確かに足もね、足もちょっと鍛えていかないと。結構切りました。いや、走ることに関しては本当に昔からちょっと苦手で、長距離特に やからほんまに不安なんですけど、ちょっと頑張る。よかった。土踏まずは痛みきてないです。嬉しい。よかった。なんかそう、意外とそう、美容院の方に鎖骨下ぐらいまで切ってほしいですってお願いしたんです。そしたら意外と 短くなって切ってもらった後見たら、でもちゃんと鎖骨下ぐらいなんです、長いところ本当に そう、ちょっと不安やってんけど、そうやね、走ることが唯一苦手っていうぐらい本当に長距離苦手やから、ちょっと気持ちで折れないように頑張ります。ね、愛花にはいいって言われました、今日会った時。そう、ウルフっぽく切ってもらってるんです
そう、京都マラソンだったらしいですね。なんかさ、本番の日雨とか回答やんねえ、ちょっと本当に結構私イベントとかさ昔から生きてきてて、あの雨を降ったことが全然なかったんです。なんかそうそう、なんかねえ、ちょっとほんまに嫌やねん。もう雨降ることは降らないことを願ってんねんけど、結構晴れ女なんやろなって生きてきて思ってたのにさ、なんかマラソンの当日いつも雨やってなるのが嫌で、ちょっと願っときます。はあ、スポーツにおいてアンジュ苦手は当てにならないからなんて、いや苦手なんですね。本当に1週間あるからちょっとその間にガラッて変わってほしい。ほんまに晴れてほしい。ちょっと本当に晴れることを願って。ねえ、こんばんは。いい、こんばんは。今日は泣きましたねM 公演。そう、玲子さんがね、卒業公演で、もうほんまにリハーサルで玲子さんがユニットスキャンダラスのユニットをしてる時に静かに泣いてましたほんまに泣いてることをバレないようにしようと思ってリハーサルで泣いたんですけど、ちょっとほんまにちょっともうこれは切り替えていかんとと思って本番を迎えたんですけど、ほんまにやばかったもう目が合うたんびにね、姿が見えるたんびにね、そう、あかんわーと思って。だからもう職員室やばかった。全体 MC でなんか一回泣いたからか、もう自分で止めてたナックスイッチがもう起動されて本当に職員室やばかったです。めっちゃ泣いてた。でも本当にたくさんお世話になった先輩なので、またご飯に絶対行きますね。ねえ、本当にあかんよな。そうやね、アンジュも突っ込めるようになりたいな。ちょっと最近そう勉強はしてるんです。最近というかもうずっとなんですけど、MC の勉強はずっとしててだからちょっと最近は言葉をよく知ろうと思って頑張ってます。ね、そうなんよ、ポジションが近かったんよな。そうやから余計に姿見るたびにやばかった。ああね、あ、見てくださいました？今度中
そう、ずっとね、河野さんの YouTube チャンネルをそう見てたんです。それこそ最近 MC で回せる人になりたいっていう意識がやっぱりあって、いろんな芸人さんの動画を見てたんですね。そう、その中でも河野さんがその YouTube をされている河野チューブというものがあるんですけど、それを見てたんです。七色練習会の時に、あ、撮ってるやんと思って、そう、ちょっと嬉しくて近づいていきました。見てみてください。私も載せてくださっているので。ねえ、本当に涙。頑張って耐えてる。あ、そうなんよ。頑張って耐えててんけどな。無理でした。ごきげんよう。ああ、そうなんや。ね。え、本当に？ねえ、みんなに、そう、お母さんにもさっきいいって言われた、その X に投稿した、レイちゃん、あんちゃんの写真。なんかみんなにいいって言われた。よかった、そう。姉ちゃんちゃんの写真、いい写真って言われました。 なんかすごいお母さんに妹みたいな表情になってるって言われた、アンジュが。ごきげんよう。さっきモバメ送ったんですけど、モバメはまた違う3枚撮ったんですけど、3枚のうちの違う1枚を送りました。こんばんは。ごきげんよう。いやー、あ、今届いた？あら、もう前届いた。また見てみてください。明日は何キロ走ろうか、なんかもう分からんよな、この1週間前の何キロ走ればいいかっていうこの感じ、むずいのよな。何キロ走ればいいんやろ明日は。でもう1キロでしんどいのよ。 そう、もう1キロでしんどくて、そう、3キロぐらいでもう歩きたいなと思うんです。 自主練の時はもう自分一人です。だからもう最近の目標は、できるだけ音楽に合わせて走るってことで、だからマラソン用のプレイリストを作りました。 そう、なんかこのテンポやったらめっちゃ走りやすいって曲をいっぱい集めたプレイリストを聴いて頑張って走ってます。 なあ、頑張ろうな、あと1週間。明日何キロ走ろうかな。もう5キロでいいかな。そうやんな。え、そうやねん。そうやねん。だからそのさ、走りすぎっていうのがどこまでな距離なのかがあんま分からんくてさ。 もうアンジュの中で10キロはもう長いなと思っちゃうねんけど、もうそれの4倍とかやもんな。もうねえ、そう、走らへんの基準が分からんからな。ジョグ程度にちょっと頑張ります。 ほんまに体を痛めないように。本当に体を痛めないことをお願いつつ頑張ります。 ではそろそろランキングを
10歳の方から、10歳の方しんちゃんありがとうございます。12人の方ガミさんありがとうございます。11人の方やすさんありがとうございます。10位の方ふみさんありがとうございます。9位の方べべちゃんありがとうございます。8位の方村人 T さんありがとうございます。7位の方たまひよさんありがとうございます。6位の方よしらっしゅさん、マラソン頑張るなって頑張ろう、ありがとうございます。5位の方マリリンプありがとうございます。4位の方かまかりさんありがとうございます。3位の方おみずちゃんありがとう。2位の方かずまゆうげさん、な頑張ろうな、あと少しでマラソン、かずまゆうげさんありがとう。そして1位の方ひろごんさんありがとうございます。ありがとう来てくれて。で、そう、あの2月の23日にはあの大阪マラソンエキスポのイベントがあるんです。そう、そこに私とまこちが出演させていただけるコーナーもありますので、お時間のある方お待ちしております。そう、大阪マラソンの前々日にはなるんですけど、お待ちしてますね。ありがとうございました。またね、おやすみ、バイバイ、グッナイ。